なちゃん、久しぶり。急で悪いんだけどさ、高校の同窓会の幹事やってくんね。え、ミサさん、なんで私に？いや、今さらさん付けしなくていいって。確かに高校時代はさん付けさせて敬語使わせてたけどさ、もう終わったことじゃん。お互いいい大人なんだから楽に行こうよ、楽に。あ、ごめん、つい癖が抜けなくて。やめてよ、当日も私にビクビクしたりすんの。まるで私があんたをいじめてたみたいに見えるじゃん。あれはいじめじゃなかったってこと？いじめじゃないって。人聞き悪いな。私はユナのこと一番の親友だと思ってたよ。で、一番の親友相手にはやっぱり口も汚くなるじゃん。そういうこと。でも敬語を使わせたりするのは。だからそういうノリじゃん。それもわからないのはちょっと厳しいの。さぞつまんない人生送ってんでしょ。同窓会でいろいろアドバイスをあげるよ。でも私が幹事ってみんな納得するの？だって私は高校時代みんなから嫌われてたから。へー、そんなことないよ。みんなユナのこと大好きだったよ。みんなももちろんユナが幹事やることは大賛成だし、みんなで楽しくやろうよ。いや、本当かな。本当だって。なんで私たちを疑うの？せっかくまた友達に戻ろうって言ってるのに、それを無下にするの？そんなつもりはないんだけど。でも私は高校時代みんなに嫌われてると思ってたから。それはユナがひねくれてるんだよ。みんなそんなことなかったよ。そうやって人をいじめっ子だって決めつけるのは良くないと思うけど。ごめんなさい。でもどうしてもそういう風に思っちゃって。じゃあみんな私のことを嫌ってたわけじゃなかったの？みんな大好きだったよ。当たり前じゃん。だから幹事としても頼りにしてるよ。高校時代みたいにきっとみんなの中心になってくれるよね。中心って、それはみんなで私を囲んでたからじゃ。それだけ人気者ってことじゃ。どうして分かってくれないの？もういいでしょ、文句はそれくらいでさ。詳しい日程なんかはまた改めて連絡するからよろしくね。わかったよ。あ、そういえば前払いの店にしてもらって一旦お金は払っといてもらえる？みんな多分酔っ払うしさ、お店で支払いだといろいろ不便でしょ。当日乾杯の前にみんなからお金をもらえばいいからね。大丈夫だよね？みんなちゃんと払ってくれるよね？はぁ、何それ。いくらなんでもその言い方は失礼なんじゃないの？ごめん、つい。わかった。じゃあ私がお金は立て替えておく。うん、次からはまどろっこしいこと言わずにさっさとそう言おっか。ごめんなさい。ユナ、久しぶり。覚えてる？高校時代一緒だったカホだけど。カホさん、覚えてるよ。どうかしたの？今度の同窓会の件？ユナ、同窓会来ちゃダメだよ。予約も取っちゃダメ。え、どういうこと？ミサはあなたに店を予約させて全員でそこをバックレる計画を立ててる。彼女から前払いを指定されたでしょ？されと。それはそういうこと。あなたへの嫌がらせ、いじめなんだよ。だからお店は予約しないで。すでにミサが本当の会場を予約してある。それで？え、それでって、それだけだよ。それだけなの？なんだ、そんなことか。てっきりもっとひどいこと計画されてるもんだと思ってた。だから本当に予約をするつもりはなかったよ。じゃあこれがいじめ目的の企画だってことは知ってたってこと？当たり前でしょ。私は高校時代からずっといじめられてきたんだから。あなたにもね。うん、本当にごめんなさい。当時からずっと苦しんできた。でも私はミサの言いなりになることを選んだ。本当にごめん。もうなんて謝っていいか、ごめんなさい。だからせめてもの罪滅ぼしに私に真相を教えようと。当時からユナがいじめられてるのを見るのは辛かったけど、自分が標的になりたくないって保身のために私も一緒になって。これは罪滅ぼしなんかじゃなくて私がやらなきゃいけないことなの。あなたを許すことはできない。でも
私に謝りたい気持ちがあるなら協力して。え？私はあいつらを許さない。ずっと今まで復讐の仕方を探ってきた。今回は絶好のチャンスだわ。あなたには協力してもらう。何をすればいいの？まず、会場を私の指定する場所に変更になるよう仕向けるの。できる？私がミサに言えばできると思う。けど、どうして？あなたは手伝うだけでいい。何も知らなくていい。次は、私が高校時代にいじめに遭っていた証拠になる動画を用意して。あなたは、ミサの隣で、よく動画を撮ってたから、少しくらい残ってるでしょ？うん、用意できる。じゃあ、その動画を使って告発するってことだよね？当然。あなたがいじめに加担していたこともバレるけど、大丈夫？それでいい。私も一緒にその場で復讐を受ける。私がいじめに加担してたことは事実だもの。わかった。じゃあ、詳細は後でまとめて送る。言われた通りに実行して。わかった？うん、任せて。ミサさん、もう予定の時間を過ぎてるけど、どうしたの？まだ誰も来ないようなんだけど。あ、言うなー。チース。ちなみに、料金いくらぐらいいった？60人分だから、貸し切り代も合わせて70万円は払ったよ。でも、これは返してくれるんだよね。70万！思ったよりいったねー。それは返せないわ。え？陰キャのあんたが予約した店に行くと思った？同窓会はもう別の店でやってて、超盛り上がってるよ。じゃあ、差し入れ送るね。へえ、気が利くじゃん。あれ？こいつら何？差し入れは受け取った？なんか、スーツの奴らがたくさん入ってきたんだけど、ドアも施錠された。あんたの差し入れって何？私の差し入れは、ビデオメッセージだよ。ちょっと！スーツの男がドアを開けないんだけど！ねえ、私たち、閉じ込められてるんだけど、どうなってんの？説明しろよ！ビデオメッセージがあるから見てね。いいから説明しろよ！なんか、配信機材みたいなのが運ばれてきてるんだよ。どうなってんの？ゆうやとかスーツの男に殴られてんだけど。あなたたちの様子と私のビデオメッセージはこれから全世界に配信する。有名な YouTuber の方がチャンネルを貸してくれてるから大勢の人が見てくれると思うよ。ビデオメッセージって何？配信って？そこは私の会社が持ってるバルでね。同窓会のために社長の私が直々に用意したんだよ。は？いやだって、この店はカホが。カホさんは、私に協力してくれたの。同窓会の会場がその場所になるように仕向けた。ああ、視聴者も10万人を超えたみたい。そろそろいいかな。10万って。じゃあ、私からのビデオメッセージを受け取って。何よこれ。何って、私からのビデオメッセージはどうだった？あんた、こんなことしてただで済むと思ってんの？ただで済まないのはそっちじゃないの？私にゴミをかけたり、水をかけたり、裸で走らせたりして笑ってるところ、バッチリ映ってたね。全世界に公開されちゃったね。どうなるだろうね。別に、顔だけじゃ名前までわからないでしょ。大丈夫。別にこれくらい平気。ああ、続きがあるからちゃんと見てね。え？ふざけないでよ！どうして名前と会社名まで言うの？私だってバレるじゃん！マジでどうしてくれるわけ？当たり前だよ。その場にいる奴ら全員の人生を終わらせてやることが私の目的なんだから、そこ締め切って毒ガス撒こうかとも考えたんだよ。そうしなかっただけ感謝してほしいな。いやいやいや、私がどれだけ周りの期待を背負ってるか、あんた分かってんの？私はこれから出世してお金持ちになって。落ち着きなよ。もうそんな未来は訪れないんだよ。あなたは顔と本名と会社名と共に、いじめ加害者として大勢から非難される。そしてどこも雇ってくれなくなって、すれ違う人たちがみんな自分を指さしているような感覚に陥って、次第に精神を病んでいく。私をいじめてきたことをひどく後悔する。そんな人生が続くんだよ。ちなみに、今、視聴者は何人なの？今は25万人くらいだね。まあ、アーカイブも残るから、大勢の人が見ると思うよ。カホに協力してもらったって言ってたね。うん。まあ、
彼女のこともさらさせてもらったけどね。あの裏切り者、絶対に許さない。あんたたちの姿は全国に中継されてるってことを忘れないでね。彼女に下手なことをしようとしたら、自分の傷害罪をリアルタイムで公開することになるよ。うわ、くそ、マジでムカつく。いいから配信を中止しろ。これは私たちの問題でしょ。まず謝ろうとかそういう気持ちはないわけ？そこにいる他の奴らからは謝罪ラインが来たりしてるよ。はあ？こんな根性してっからいじめられるんだよ。仕返しの方法がダセ。文句あるなら直接かかってこいよ。直接？それでいいの？別にあんたが直接私とやり合いたいならそれでもいいけど、どうする？はあ？上等だよ。もちろんそれも配信するんだよな。当たり前でしょ。じゃあ私も今からそこに行くね。早く来い、ザコ。ごめん、多分鼻折っちゃったと思うわ。大丈夫？手加減したつもりだったんだけど、つい力が入っちゃった。あんた何者？本当にユナなの？ユナだよ。高校出てから私はいろいろな修行を積んだの。あんたたちを見返したくてね。いいチャンスを伺ってたところだったから、同窓会なんて企画してくれて助かったよ。この…まあ、カメラの前でしばらくその集体を晒しておくといいよ。調子に乗って戦う前に大口叩きまくってたのが本当に愉快だった。かかってこいよザコーって叫んだ後に、ワンパンされる様子、切り抜かれて拡散されるだろうな。お前、訴えてやる。ほん？何の罪で？傷害に決まってるでしょ。私はあんたに暴力を振るわれたんだから。喧嘩に負けたら傷害って騒ぎ立てるのダサいよ。かかってこいとか行くぞとか言ってたのは誰だっけ？結果的に殴られたのは私だけだから、あんたが犯罪者でしょ。あなたの攻撃を避けてパンチしたのに私だけが犯罪者なのか。まあ、あとは視聴者の方々が判断してくれるでしょ。あとモニターを見てみたら？はあ？なんでこれまで？あなたとの LINE のやりとりはすべて配信してます。やっぱり皆さん謝罪の一つもないことに腹を立ててるみたいだね。もちろん私も。わかった、もうわかったよ。今までいじめてきて悪かった。本当にごめんなさい。これでいいでしょ。もう配信をやめてよ。何言ってんの？まだまだ夜はこれからじゃない。楽にしてさ、みんなで楽しくやろうよ。その後、ミサやカホ、その他の参加者たちはみんなネットで大炎上状態に。当然会社もクビとなり、顔や本名が一生出回ることとなってしまいました。特にミサはこの計画の首謀者である点や、私との喧嘩での情けなさが受けた点もあり、切り抜かれた動画がバズり数千万再生を突破する結果に。これでは社会に復帰するのはもう絶望的でしょう。今は精神を病んでしまい、実家に帰ったとか病院に入院しているんだとか、いろいろな話を聞きますが、また復活するようなことがあれば徹底的に叩き潰してやりたいと思っています。まあ、カホはこれくらいで勘弁してやってもいいかなとは思いますが、とにかく私をいじめていた奴らには一生地獄を見せてやるつもりでいます。復讐はまだまだこれからです。